おほほほ、うわでっかい。みなさんこんにちは、ジッシュオールゴブルだ。はい、今回紹介するレゴはこちら、レゴシティ黄色のクレーン車です。はい、今回はこちらを組み立ててレビューしたいと思います。はい、こちらは今年の夏に発売された新しいレゴシティです。前回組み立てたショベルカーと同時期に発売されました。このセットは前々からずっと欲しかったセットなので、これを作るのがめちゃくちゃ楽しみです。いやー、このクレーン車めちゃくちゃでかくて迫力がありますね。ちなみに2年前にレゴシティの青いクレーン車、あれを作ったことがあるんですけど、青いクレーン車も完成度が高かったので、この黄色いクレーン車もすごい楽しみです。はい、箱の後ろはこんな感じです。ちなみにこのクレーン車の全長だけでなんと48センチ、高さで68センチもあります。おそらくなんですけど、僕が今まで作ってきたレゴの中で多分これが一番高いんじゃないかなって思います。こちらの定価は 15,980 円で、ピース数は1116個です。では開けたいと思います。まあなかなか開けられない大型レゴなので、今回はこのように開けたいと思います。せーの、よいしょっと。いや、いいねこれ。パーツがぎっしり入っております。はい、箱の中にはパーツが入った袋が全部で11個と説明書が1冊入っております。大型レゴ作るのはめちゃくちゃいいんですけど、これ作るの結構大変なんですけど、まあ頑張って作っていきたいと思います。ではこちらの黄色のクレーン車を組み立てます。はい、まずは組み立てが終わりました。いや、このクレーン車めちゃくちゃでかくて長いですね。箱の時点で絶対いいセットだと思ってたんですけど、もう予想以上ですね。もうこれは素晴らしいです。ちなみに全部組み立てるのにかかった時間は全部で4時間半かかりました。いや、大型セットってだいたい3時間から4時間ぐらいかかるんですけど、このクレーン車には小さいパーツやテクニックパーツ以外に造形自体が結構複雑だったので、作るのがすごい大変でした。では今からこちらのシールを貼って完成させます。せーので、完成、クレーン車です。はい、完成しました。いやー、やっぱこのクレーン車めちゃくちゃでかいし、めちゃくちゃ迫力がありますね。ちなみにシールなんですけど、だいたい1分ぐらいで貼り終えました。前回作ったショベルカーがすごい完成度高かったので、このクレーン車もショベルカー同様に完成度がすごい高いです。はい、まずはこちらのクレーン車についてくるミニフィグとアクセサリーについて説明します。ミニフィグは全部で4体で、この3人が作業員で、こちらが設計士です。毎朝設計士とは言ってるんですけど、もしかしたら現場監督かもしれません。続いてはこちらの仮設トイレです。全体をぐるっと見回すと、
う、このようになっております。トイレのマークはシールで、天井部分にはフックに通す穴があります。ちなみにトイレの内部は、はい、このようになっていて、これがトイレットペーパーで、これが便器だと思います。続いてはこちらの設計士です。全体をぐるっと見回すと、このようになっております。前回のクレーンでは男性の設計士だったんですけど、今回は女性の設計士になっております。で、この工事用の図面なんですけど、前回はアイスクリーム屋だったのに対して、今回は同時期に発売されたレゴシティのスペースコースターになっております。こういったところで繋がりがあるのめちゃくちゃ面白いですよね。あ、ちなみにレゴシティのスペースコースターは今買おうかどうか迷っております。はい、続いてはこちらの女性の作業員です。全体をぐるっと見回すと、このようになって、おります。右手にはトランシーバーを持っています。続いてこちらの男性の作業員です。全体をぐるっと見回すと、このようになっております。右手にはスパナを持っていて、サングラスをつけております。はい、そして最後はこちらの男性の作業員です。全体をぐるっと見回すと、このようになっております。この作業員につきましては、アクセサリーの付属はないです。ちなみに女性二人はリバーシブルフェイスになっていて、で、さらに男性二人にはヘアパーツがついていますので、このように表情を変えることができます。ちなみに前回組み立てたクレーン車に付属するミニフィグと並べるとこんな感じです。服装はそんなに変わってなくて、まあ、違いを言うのであれば顔パーツですね。工場図面につきましては大きさは一緒で、ショベルカーはアイスクリーム屋で、今回のクレーン車はスペースジェットコースターになっております。はい、続いてはこちらのクレーン車を見ましょう。冒頭でも説明した通り、このクレーン車の全長は48センチもあります。ちょっとこれ一回手に持ってみると、おー、重い。このクレーン車は1000ピースが使われていますので、もうすごい重く感じますね。はい、全体をぐるっと見回すと、このようになって、おっとっとっと。いや、これ、ちょっと回すのすごい大変だな。はい、ちょっとざっくりなんですけど、近くで見ると、このようになっております。横から見るとこのようになっていて、このクレーン車に使われているタイヤは全部で14個使われております。前に作ったクレーン車って確か8個だった気がするんですけど、もうほぼほぼ倍以上ありますね。はい、では近くで見ましょう。まずこちらが操縦席部分です。ちょっとクレーンで見えないんでちょっと動かすんですけど、このようになっていて、操縦席の構造は前に作ったクレーン車と、まあほぼほぼ一緒になってますね。ちなみにこの部分が簡単に取れて、内部はこのようになっていて、左側にはハンドルと操作スイッチがついております。ちなみに反対側には何もありません。で、今クレーン上げているんですけど、この2つが安全ランプになっていて、この赤い部分がこのクレーンにすっぽり入りますので、このように綺麗に収めることができます。で、この部分なんですけど、ヒンジでこのようにパカッと開いて、中にエンジンが搭載されております。前回のショベルカーにもこういったギミックありましたよね。このクレーン車にも同じギミックがあるのは結構面白いと思います。そしてクレーンの根元はこのようになっていて、この2つの部分が支柱になっていて、このように引き出すことができます。ちょっと見えづらいんですけど、支柱を開くとこのように中のバーが伸縮するようになっております。これは結構ゲーコマだなって思います。じゃあちょっと一回支柱を全部引き出したいと思います。後ろもこのように開いて、でさらに反対側もこのように開くと、はい、このようになります。で、これで完成ではなくて、この後ろの4つのプレートが台座になります。ちなみに台座の造形はこのようになっていて、4つとも同じです。この穴の部分と支柱の先端についてこの赤いボールジョイントと合体させます。結構カチッとしっかりロックして、このように稼働させることができます。では残り4つも付けます。はい、4つ付けるとこのようになります。安定性がかなり増します。で、この支柱があることによってちょっと分かりづらいんですけど、後輪のタイヤが少しだけ浮きます。これ実際のクレーン車もこんな感じで、支柱を展開することでタイヤが浮きますので、かなりよく作られてると思います。続いて操縦席部分はこのようになっていて、操縦席については前回のショベルカーと、まあ、若干造形は似ていますね。ただ違いを言うのであれば、この操縦席部分がこのようにパカッと開くことができます。で、操縦席の内部はこのようになっていて、前回のショベルカー同様に結構簡単な作りになっております。せめてなんかモニターとかは入れて欲しかったなって思います。はい、最後後ろ側はこのようになっていて、この部分がバックライトで、ここに安全ランプがついております。まあクレーン車についてあんま詳しくはないんですけど、この部分はいわゆる重りになっていて、簡単に言えばクレーン車との釣り合いのバランスを取るためのものになっております。ちなみにこの 10T というのはおそらく10トンになっていて、この部分はシールになっております。続いてこちらのスリットに先ほど紹介したこの支柱のプレートをすっぽりはめることができます。全部で4枚綺麗にはめることができます。はい、続いてはこちらのクレーンを見ましょう。根元はこのようになっていて、先端部分はこのようになっております。ちなみに運転席の部分にクレーンを引っ掛ける穴がありますので、このように引っ掛けております。で、ここから簡単に取り外すことができます。ちなみにクレーンの先端はこのようになっていて、先端の根元はボールジョイントになっていますので、結構グリグリと動かすことができます。で、さらに近くで見るとこのようになっていて、ちなみにクレーンなんですけど、結構テクニックパーツが使われていますので、造形自体は複雑だったんですけど、結構よく作られていると思います。で、反対側はこのようになっていて、一番上
上のタイヤがフックを下げることができて、前のタイヤはクレーンを伸縮させることができます。で、反対側にはこちらの十字ピンがついていて、まあ、これは何なのかと言いますと、まあ、簡単に言えばクレーンを固定させるための十字ピンになっております。はい、もうやっとついにこの2台を並べることができますね。じゃあ前回組み立てたショベルカーと並べるとこんな感じです。いやー、もうこの並びを待ってました。いや、もう最高ですね。ちなみにこの2台の配色はほぼ一緒なのでめちゃくちゃ合いますね。はい、それではこちらのクレーン車のギミックについて説明したいと思います。まずタイヤがついていますので、このように転がし走行で遊ぶことができます。タイヤが14個も使われていますので、このコロ走行めちゃくちゃ重厚感があります。続いて先ほど紹介したこの重りの部分なんですけど、このように簡単に取り外すことができて、でこのクレーンの操縦席をこのように稼働させて、このようにコンパクトにまとめることもできます。なんかこうやって見ると戦隊ロボのメカみたいな感じになってめちゃくちゃかっこいいと思います。でさらにこれすごいなって思ったのが、操縦席のこのピンとクレーン車のこの穴がこのようにぴったりと入ることができます。でさらにここから取れる心配もないので結構安定しております。では操縦席にミニフィグを乗せたいと思います。ちなみに乗せ方なんですけど、この茶色の部分にミニフィグをこのように座らせて、あとはハッチを閉じます。あとはハッチを閉じれば、はい、このように乗せることができます。これは前に作ったショベルカーとまあほぼほぼ同じですね。じゃあ運転席にミニフィグを乗せたいと思います。ちなみにミニフィグは最大2体まで乗せることができます。で、あとはこのように蓋を閉じれば、はい、ミニフィグを乗せるとこんな感じです。はい、では今からこちらのクレーン車のクレーンを動かしたいと思います。で、クレーンを動かす前に先ほどの支柱を展開する必要がありますので、支柱を展開したいと思います。はい、このように支柱を全部出しましたので、クレーンを動かしたいと思います。ちなみにクレーンの根元は手動で動かす感じになっておりますので、動かしてみると、はい、このようにクリックで動かすことができます。ちなみに最大ここまで動かすことができます。この時点で画角に収まらないですね。めちゃくちゃ迫力があります。さらにここから伸ばすことができるんですけど、この部分につきましてはこのハンドルを使って伸縮させます。で、このまま伸縮しちゃうとクレーンが当たってしまって糸がちぎれますので、クレーンを伸ばしながらフックの部分をこのように緩めておく必要があります。とりあえずこのようにフックを少しだけ下げておきます。このハンドルを回転させてクレーンを伸ばします。はい、最大まで伸ばしきるとこのようになって、でこのまま引いてみると、よっとうわー、でっかい。いや、もうこれはかなり迫力がありますね。ちなみにこの時点で高さは68センチもあります。でさらにこのクレーンの根元がボールジョイントになっていますので、このように360度回転させることができます。いや、これすごいな。68センチまで伸びて、さらにここまで稼働できるってめちゃくちゃすごいですよね、これ。ちなみにクレーンの先端から根元までずっと見るとこのようになっていて、クレーン自体にテクニックパーツがたくさん使われていますので、めちゃくちゃ機械的になっていてすごいかっこいいと思います。はい、付属するミニフィグと仮設トイレを並べるとこのようになっていて、もう画角に収まらないぐらいすごい迫力がありますので、これ結構撮るの大変ですね。僕がレゴ再熱した高校生の時にはこういった建設車両のシリーズってあったっちゃあったんですけど、それ以来全く出なかったので、このような形でリニューアルされたのはめちゃくちゃ嬉しいと思います。いや、もうこれはっきり言いますけど、僕は今年買ってよかったレゴのもうトップ10には入ってますね。はい、そして前回作ったショベルカーと並べるとこのようになっていて、もうこれ工事現場感めちゃくちゃ増しますね。この2台の建設車両が並ぶのをずっと待ってました。いや、これは本当に素晴らしいですね。もうこういった感じでバンバン建設車両シリーズ出してほしいですね。次出るとなったら多分ミキサー車かダンプカーあたりが出るんじゃないかなって思います。はい、レゴシティ黄色のクレーン車はこんな感じです。はい、ということでレゴシティ黄色のクレーン車を組み立ててレビューしてみました。今回組み立てたこちらのクレーン車は僕にとってはかなりの大傑作品だと思いました。まずこのクレーン車の全長が48センチとかなり長くて、でさらにこのクレーンを伸縮させた状態だと68センチもありますので、かなり迫力があって素晴らしいと思いました。でさらにこのクレーン車の造形自体もかなりよく作られていますので、これは工事車両が好きな人にとってはめちゃくちゃおすすめできるセットだと思います。ちなみにこちらのクレーン車は1万5000円と結構高いんですけど、 Amazon だと1万3000円で販売されていますので、気になった方はぜひ組み立ててみてください。で、あとわがまま言うのであれば、建設重機シリーズはいっぱい出してほしいなって思います。もし出たら僕はほぼほぼ全部買うかもしれませんね。はい。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。
はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ。